中村清彦は、日本の元スキージャンプ選手、指導者、スキージャンプ大設計の世界的権威。札幌生まれ。母方のおじに、ガルミッシュパルテンキルヘンオリンピックスキージャンプ、代表の立田俊二札幌オリンピックで、ジャンプ競技委員長を務めた、立田大鳥さんの兄弟。おじの影響で、札幌市中による設計だったため、 自ら設計することを志し独学でノウハウを習得。大倉山の改修や白馬ジャンプ競技場をはじめ数多くのジャンプ台を設計した。白馬ジャンプ台の設計は、軽点とブレーキングゾーンを結ぶ曲線の傾きを FIS の許容値ギリギリまで緩くした。これにより、原田正彦は大ジャンプで転倒せずに持ちこたえることができたという。また、 船木和義の低い飛行曲線を活かせるように、ランディングバーン上部の膨らみを低く設計した。1982年から1984年と1988年から1992年まで、全日本スキー連盟ジャンプ部長及び、ナショナルチーム総監督を務めた。二度目のジャンプ部長時に、低速踏切への対応を重視し、 踏切速度と飛距離の比率を数値化して、選手を評価、低速でも飛距離を伸ばせる葛西の明や陶器を抜擢、後の流星につなげた。1992年アルベールビルオリンピックには、V 字スタイル転向に、いち早く成功した選手を抜擢した。また、1974年から1992年まで、国際スキー連盟ジャンプ員を務める。 委員の一人として1991年、V 字スタイルを飛べ型店の原点対象から外す決定を行った。ジャンプ部長退任後も、国際スキー連盟ジャンプ台設計省委員を呼び、全日本スキー連盟設計省委員長を務めた。2008年3月25日、老衰のため成居。去年81。ありがとうございます。